こんにちは、マサン6494です。今回は全国御朱印巡りの旅の埼玉県の秩父駅にある秩父神社に行ってきたので、そのことについてお話ししていきたいかなと思います。はい、ということで、埼玉県の秩父駅なんですけど、理由としては、もともとが登山の武甲山に登山に行くために秩父に泊まって、で、秩父の御朱印、じゃあ、もらおうかということで、最初は秩父神社、もらうっていうのは決まってたんですけど、もう一つ、ここのパートではないんですけど、秩父今宮神社というところに行きました。この二つですね。結構近い場所にあって、すごくアクセスが良かったです。はい、ということで、秩父神社ですね。秩父駅から、泊まったホテルが、名前忘れちゃった。駅の目の前にあるホテルで、なんだっけな、まあいいや。そこのホテルに泊まって、そこのホテルからまっすぐ行くだけで着いちゃう、そんな神社でございます。はい。で、こっちがね、目の前で撮っちゃうと全体が映らなかったので、少し距離を空けて撮りました。ここの十字路ですね。で、こちらが、お清めの水になります。普通にすすぐことはできましたね。そして、こちらが、秩父神社になります。で、なんだかんだね、最終的に気づいたんだけど、このお寺周りに、いろいろあってですね。つなぎの竜とか、あと、虎とか、フクロウとか、そういったのが、あと猿ですね。が、神社の周りにいたと。あ、確かに神社周り、歩いてる人、いたわ、とか思いつつ、死んなかったんだけど、っていう感じでした。はい、気になる方は見に行ってください。そして、こちらが秩父神社の御朱印になります。令和3年2月27日、いいですね。このなんていうの、うまい人が書く字的な感じね。ちょっとこういうのも結構好きですね。で、いくらだっけ、御朱印、ちょっと待って。御朱印は、500円です。御朱印が500円で、で、ちょっと思ったことが、巫女さんですね。巫女さん結構、あれは、なんて言えばいいの？絵は、アスカみたいなイメージの方でしたね。人相というよりかは、性格って感じ。なんだろう。あれは、なんて言えばいいのかな。言い方が出てこないな。ツンデレか。ツンデレ系でした。はい。ツンデレ巫女さんでした。そんな感じの。なんだろうね。支部の方は、ホテルの従業員の方がすごく優しい方っていうのはあれだったんですけど、人当たりがいい人、あ、でも年代とかにもいるのかな、若い人あれなんだけど、結構セブンイレブンとか行くと、あ、久しぶりにやんちゃっぽい子がいるけど、なんか田舎的なやんちゃみたいな子だなとか思いつつ見てたんだけど、いろいろちょっと秩父は面白い感じがしましたね。ツンデレ巫女さん、見てみたい方は行ってみてください。はい、ということで、今回は埼玉県の秩父駅にある秩父神社に御朱印巡りに行ってきたことについてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。
また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。